今回はです、ね、ダイナソースアニマルコレクションという恐竜フィギュアシリーズを紹介していきたいと思います、えー、恐竜動画、ね、たくさん撮ってるのでぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします、えー、というわけで、ね、見ていきたいんですがこちらはです、ねえー、とアリエクスプレスの方で、えー、400円しないぐらいの価格で購入しました はい他にもですね全6種類あって4体ずつねランダムに恐竜たちが入っているようなセットになりますね。はい、えー、というわけで見ていきたいと思いますはいパッケージにはですねテーレックスなのかな指は多分2本あるような気がするのでテーレックスだと思うんですけど肉食恐竜の絵があって奥にプテラノドンがいますねはいダイナソースアニマルコレクションとあって対象の齢は3歳以上になってます。はい えー、裏っ側には詳しい注意書きとかがあるような感じですね。どこの国のおもちゃなのかはよくわからないです。はい、えー。という感じです。はい。えー、というわけでね、えっ、ー、と、ささまあ、開けていきたいと思います。はい。というわけで、開けていくと、こんな感じですね。袋に入っているような感じになります。 はい。まずは一体目ですね。えー、パラサウロロスのフィギュアになります。こんな感じですね。はい。えーと、フィギュアを持った手触り自体がちょっとね、粉っぽいかなっていう気はしますね。手触りがちょっとこう、なんか粉がついてるような感じがするような気がしますね。はい。えー、こちらはですね、恐竜ワールドジュニアのパラサウロ,ロスが多分元になってるかなと思うんですが、ちょっと違うような気もしてます。はい。 なんからね、多分作りを変えてるのかなっていうふうには思いますね。はい。ちょっと手元に出せないのであれなんですが、えー、こんな感じですね。あ、取れそうですね。こちらですね。はい。えー、こうしてみると、手のね、位置とか、後ろ足の形状とかですね、あとはまあ、この姿勢みたいな感じのを見ると、だいぶ恐竜ワールドジュニアのパラソロスっぽいなっていう気はするんですが、ちょっと詳しいことはよくわからないですね。はい。まあ、縮小版だとは思うんですが、 うん、どうでしょうかね。はい、えー、という感じです、えー。まあそうですね、ちょっとね、頭が大きすぎる気もするんですが、まあ特徴は捉えてていいかなという感じですかね。はい色はですね、ベースになったプラスチックがまあ黄緑色に、えー、っとちょっと濃い緑のような色がついてますね。はい、目は黄色で、えー、トサカが赤っぽい色ですね。はいこんな感じです。はい え次ですねパキキュオロサウルスのフィギュアになりますこんな感じですね、えー、こちらはですね恐竜ワールドジュニアのパキキュオロサウルスが明らかに元になってるなという感じでですね、えー、こうして比較していくと、まあ、見守ろうもうポージングも一緒ですよねはい なんかこう、背中の部分にね、うもっぽい感じのモールドがちょっと刻まれてるのがわかるんですけど、それも受け継がれてますね。はい。見るとこう、ちょっとこう、羊の毛みたいな感じでこう、ついてるような感じがありますね。はい。で、まあ、頭もね、この、あの、まあ、石頭竜ということで、えー、まあ、ちょっと言い方古いかな。はい。まあ、こんな感じでこう、あの、とさかの部分にね、ある程度この、あの、こう、 何て言うかな。まあ、まあいいや、あの、何て言うんだろう。まあとにかくあの頭の硬い部分がですね、まあ、集中してるんですが、それもだいぶ同じような感じの造形になってますね。はい。えー、色はですね、えー、っと、何色だろう。黄色っぽい色に黒っぽい色がね、混ざっているような感じで、目の部分はね、黄色ですね。はい。 で頭の部分は赤っぽい色が塗られています。はい、こんな感じですね。そして、えー、ベロキラプトルのフィギュアですね。はい、こんな感じになります。えー、こちらはですね、多分シュライヒの、シュライヒじゃない、パパシャのベロキラプトルが元になっているような感じですね。えー、そうだな、えーと、ダイソーの、ね、ベロキラプトルを持ってるんですけど、ちょっとね、今、コンテナの中にどこにあるか分からなくてね、パッとは出せないんですが、 まあ、あのー、100均のね、恐竜フィギュアの、えっ、ー、と、ベルキラプトルを見てもらえればわかると思うんですが、同じような感じの造形ですね。はい。ただですね、足の部分の鍵詰爪がオミットになってて、普通の恐竜みたいな感じの三本足になってますね。はい。えー、こんな感じです。まあ、ところどころね、造形の部分はどのフィギュアも変えてるのかなっていう印象は受けます。はい。 えー、色がですね、えっ、ー、と、茶色っぽい色かな、と灰色っぽい色がね、使われているのがメインで、えー、口の部分にですね、赤っぽい色、そして目の部分が黄色に、口の中がですね、えっ、ー、と、白っぽい色ですね、歯が塗られている感じなのと、黒っぽい、赤っぽいね、えー、色が塗られているような感じですね。はい、こんな感じです。ポージング的にはまあ、スタンダードな感じですかね。はい。 そして最後が、えー、ディメトロドンですね。はい、こんな感じです。はい、えー、こちらはですね、ちょっと経緯が特殊でして、えー、4D パズルザウルスデラックスっていうね、国内ではその名義で出てるんですが、えー、っと、パズルのね、恐竜フィギュアが元になっているような感じですね。はい。ただですね、まあ、パズルのつなぎ目みたいなものは綺麗にね、あの、塞がれているような感じで、 まあ普通のフィギュアとしてね、えー、遊べるような感じになってますね。はい。な、こういう感じのフィギュアってたまにあるんですよね。僕が見たものだと、アマルガサウルスとか、えー、っと、なんかゴールドの恐竜フィギュアとかだと結構そういうのがね、あるような感じですね。はい。まあ皮膚のディテールとかはね、元のフィギュアが結構凝ってたのでリアルだなっていう感じはしますね。特にこの顔あたりの部分ですね。はい。下の部分も結構リアルですね。はい。 色がですね、黄色っぽい色と黒っぽい色が混ざっている感じで、背びれの方はですね、黄色、黒、そして緑のような色が使われています。目は黄色ですね。はい。で、口の中が、歯の部分が白で、口の中が赤っぽい色ですね。はい。こんな感じです。まあ、4体ね、並べてみるとこんな感じになりますね。はい。どうでしょうか。 まあこれで300円ぐらいなんでねコスパ的にはだいぶいいんじゃないかなっていう気はしますねはい、まあ、最後気づいたんですがどのフィギュアもね目は黄色ですねこんな感じですはいまあ、とりあえずですねやっぱりこのフィギュア初めてなのでサイズで比較をしながらですねどれくらいのスケール感かっていうのをね、まあ、ざっと見ていきたいと思いますはいまずは、えー、みんな大好きアニマルア,ア,アニマルアドベンチャーですね、はい 国内のタカラトミーさんのメーカーのおもちゃです。はいそしてですね、えー、っと恐竜フィギュアですね、えー、っとこれは国内のダイソーさんが出しているものになります。そして、えー、こちらですね、恐竜ワールドジュニアですね、今回のねパキキュオロサウルスとパラサロスがね元になっているフィギュアシリーズの、えー、ケラトサウルスになります。はい あとはそうだなあ、こちらですね。はい。FI ダイナソースのギガノトサウルスですね。今、ダイソーさんでメインで取り扱いがある恐竜フィギュアシリーズになります。はい。えー、こうしてね、まあ、比較するとこんな感じですね。 大体どうでしょうかアニアと一回り小さいか小さくないかぐらいのスケール感かなと思います。まあパキキョロサウルスぐらいとね比較すると大体同じぐらいのスケール感かなっていう感じはするんですが、パラソウルスだと気持ち小さいですね。はい。まあそんな感じですかね。よしと。 はいえーというわけでね今回は「えっ、ー、とダイナソースアニマルコレクション」から、えー「パラソウルロス」「ディメトロドン」「ベロキラプトル」「パキケバロサウルス」のね4体が入ったセットの紹介をしていきました、えー、価格的にはねだいぶありかなと思うんですがちょっとね粉っぽいところがあったりまあ、造形元が、ね、いろいろあったりとかして、まあ、必ずしもすごくいいフィギュアとは言いづらいんですがまあ、この値段でね ま、このセットで恐竜フィギュアが買えるっていうのは、まあありかなっていう気はしますね。はい。まあなのでそこは個人の判断でお願いしたいなと思うところです。はい。あとまあ、あのー、国内でね、購入するとなると、やっぱりアリエクスプレスからの購入になるので、ちょっとね、購入経路が難しいかなっていう気はします。はい。まあ、なんでまあ、元になったね、恐竜フィギュアシリ,シリーズのね、恐竜ワールドジュニアとかのね、 おもちゃとかを買うのでもいいんじゃないかなっていうふうには個人的に思いますね。はい。 え、そんな感じでした。はい。えー、というわけでね、ちょっとね、神々の部分があって申し訳なかったですけど、えー、今回はですね、ダイナソースアニマルコレクションの、えっ、ー、と、こちらのウェーブを紹介していきました。えー、今後ね、またあの、このシリーズのね、恐竜フィギュアたちのセットは、えー、徐々にね、紹介予定ですので、えー、興味ある方はね、ぜひ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。えー、コメント欄の方もね、大事に読ませてもらってます。 はい、えー、そんな感じですかね。えー、よければですね、こちらの方からさ、その他、その他のね、動画の方も視聴してみてください。あとですね、僕あの、最近サブチャンネルを結構動かしてまして、えっと、フレッドの恐竜サブチャンネルというチャンネルでもですね、恐竜フィギュアの紹介を小規模ながらね、やってるので、えー、そちらの方もね、よければね、視聴してみてください。はい、えー、そんな感じですかね。はい、えー、というわけで、今回はご視聴ありがとうございました。さよなら。